皆さんこんにちは、サクセスです。この動画ではセキュアネットワークアナリティクス、以前ステルスウォッチと呼んでいた製品の概要とチューニングの考え方について紹介します。チューニング方法自体についてはこちらの動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。まずはじめに製品名変更のお知らせです。いきなりかよ。ステルスウォッチは製品名が変更となりました。オンプレミスネットワークを監視するステルスウォッチエンタープライズはセキュアネットワークアナリティクス SNA で名前が変わりました。仲いい。順次シスコウェブサイトやドキュメントの表記も変更しています。ご注意ください。変わってなくても怒らないでね。 SNA はネットフローを用いてネットワーク内のトラフィック情報を収集して解析を行います。ネットフロー、ざっくり言うとネットワークのトラフィックの情報を監視分析するための技術です。丸見えか。収集したフローに対して振る舞い検知が実行され、まずセキュリティイベントに該当するかが判定されます。おおよそ100種類のイベントがあります。おい。セキュリティイベントが特定の条件に合致すると各種のアラームが生成されます。 WebUI での表示設定していればメールやシスログでアラームが通知されます。え、めちゃくちゃアラーム来るやん。またセキュリティイベントはアラームカテゴリーに関連付けられていて、イベントが特定の件数以上発生するとアラームカテゴリーも生成されます。お、セキュリティイベントマンは送られるわけじゃないんか。簡単に言うならセキュリティイベントは具体的な脅威、アラームカテゴリーは大まかな脅威の傾向と考えると分かりやすいかもしれません。SNA は振る舞い検知によって脅威を検出しますが、どうしても偽陽性、つまり正常な通信がアラームされることがよくあります。マジっすか。こうした偽陽性を少なくしていき、本当に注意が必要なアラームだけにしていく運用作業のサイクルをチューニングと呼びます。チューニングは大きく3つのステップで実行します。まずホストの分類から始まります。 SNA が監視しているネットワークに存在しているホストを役割や通信の傾向ごとにホストグループに所属させていきます。次にアラームを多く発生させるホストへ対処していきます。なぜそのホストが多くのアラームを発生させているか原因を調べて、ホストグループの見直しや多発しているアラームの発生基準の変更を行います。ですよね。そして時間を置いて発生しているアラームを精査し、次に対応が必要なホストやアラームを絞り込みます。そして改めてホストの分類やアラーム多発の原因を調査して対処するというサイクルをアラームが少なくなるまで繰り返します。大変なんか。こちらのデモ動画ではアラーム多発ホストへの対処の例を見ていきますので、ぜひ合わせてご覧ください。お、確認しよう。それではまた別の動画でお会いしましょう。